こんばんは。今日はこちらのドーリーケースサンリオのものを引き続き開封していきたいと思います。前回はこちらのキティちゃんとポムポムプリンちゃんが出ました。はい、狙いは5番のシナモロールのシナモンちゃんです。まあまあね、他のこれも十分可愛いんですけど、シナモンちゃん狙いで開けていきたいと思います。ではまずこれからいきます。これ何が出るかな。ダブりましたね。まさかのダブり、ポムポムプリンのダブりです。はい、ガム食べます。今回ダブリってことはコンプリートがもう無理になりました。はい、開けます。組み立てていきますね。はい、音の上にプリンちゃんと、これ何でしたっけ、シュガーちゃんでしたっけ、なんかちっちゃいの。はい、お、開きまして蓋をします。はい、して並べます。どうしようかな。はい、ではね、もう一つ開けます。このね、チューイングキャンディー、キャンディーじゃなかった、チューイングガムがね、美味しいです。おっとっとっと、これはね、なかなか美味しい。いきます、せーの、ドン。うそー、うそー、まさかのね、このダブリ3個も食べるとは思わなかったけど、はい、食べました。でもまあ今回1回でね、2個食べてポムポムプリンちゃん好きからしたらね、すごい引きかなと思うぐらいの、あの、だいぶすごいいいですね。はい、まあまあ十分可愛いですけども3個はいらない3個、まあみんなね、このお尻のね可愛いですけど、はい、というわけでガム食べていこう。もうガムです。ガムがなかなか美味しいです。というわけで今回はなんとなんとポムポムプリンが2つ出るというね、ダブリだらけの開封でした。あと2個残っているので、シナモンロールのシナモンちゃん、ちょっと狙っていきたいと思います。おしまい。